台北市立動物園のジャイアントパンダ、ユンユンの新生児は27日、生後1ヶ月を迎えました。目や耳の周りには黒い毛が生え、体重も生まれた当初の186グラムから1334グラムに増え、すでに保育器を離れて母親のユンユンの元に戻りました。動物園は27日から8月7日まで公式サイトで赤ちゃんの名前を募集しています。台北市立動物園の宋仙翔広報担当によりますと、パンダの赤ちゃんは元気でやんちゃな姉、インヤーと違い、物静かでよく食べてよく寝る子です。体は後ろへ180度以上倒れるほど柔らかいです。そう、広報担当によりますと、赤ちゃんの名前候補としてタピオカ、おでん、さつま揚げなど食べ物系の名前が真っ先に挙げられました。パンダの赤ちゃんの名前の募集は8月7日まで、8月17日から26日は投票が行われ、投票結果は8月30日に発表される予定です。